皆さんこんにちは、ワンダリグルフィジです。では今回はデートークの決断法、バブキット PC マンドイツ軍潜水艦縛りプレイ続けていきたいと思います。使える艦種を潜水艦だけに限定してプレイを進めてきています。前回はアラビア海で再建されたイギリス海軍と艦隊戦と言っても我々は潜水艦だけですが、その戦いでイギリス海軍を撃破してですね、インド洋、シンガポールと順調に制圧を進めました。アラビア海で完全にイギリス海軍撃滅したので、インド洋とマラッカ海峡、シンガポールですね、最重要拠点のこの2つ、イギリス軍はまともな艦隊戦力なくですね、我々の方はすんなり制圧することができました。ここからはですね、まず日本軍に関して南シナ海、レイテ、この2つをね、なんとか日本軍に取ってもらいたいので、すでにですね、イギリス軍、アメリカ軍の艦隊それぞれ撃破してあります。なのであとはお膳立てが済んでいるこの2つの拠点を日本軍が攻め込んでくれればいいのかなというふうに思っています。で、一方ですね、小笠原が取られてしまっていることによって、もう日本近海の隣までアメリカ軍が侵攻してきているという状況がありますので、我々はこの後ですね、小笠原まで進出してアメリカ海軍を撃破してしまいたいと思います。その前哨戦としてジャワ沖を先に攻略していきます。ではジャワ沖に進出しました。まずここで、ね、確実に取っちゃいましょう。はい、ジャワ沖は確保しました。これで日本軍はさらに戦力を集中できると思うので、南シナ海とね、レイテをね、取ってもらいたいというふうに思います。はい、日本軍傷つきながらもレイテを取りましたね。着々とアシストした効果が出てきているのかなというふうに思います。この後南シナ海も取ってくれればね、石油が取れるのでだいぶ楽になるんじゃないかなと思います。南シナ海もイギリス軍、この第5艦隊、この軽巡1隻しかない状態なんで、日本軍も頑張ればね、取ってくれるんじゃないかなと思います。で、日本が取ったレイテはですね、アルミが取れるので、この南シナとレイテセットで取れば、日本軍もだいぶ懐事情がね、楽になるんじゃないかなと思いますね。では我々はこの後小笠原沖に展開しているこのアメリカ軍に通撃を加えておきましょう。注意しなきゃいけないのが駆逐艦ですね。一方、いよいよアフリカ戦線およびアメリカ大陸の方にもね、部隊を送り込んでいきたいので、カナリア沖を制圧していきたいと思います。では時間を進めていきましょう。おっと、あとその前にですね、新しく設計をしましょう。小型ディーゼル機関の2が開発完了してますので、ここで新しい、潜水艦ですね、これを設計していっちゃいましょう。小型ディーゼル機関の2ですね。魚雷は単装では話しにならないので、3連装を、3機ぐらいにして、ちょっとスピードをね、上げましょうか。敵もだいぶスピードが上がってきている、船増えてきているので24ノットまで増やして、ギリギリのところ、これで言うと3連装4機、いやー4連装がいいな、4連装3機とかのがいいかな、4連装3機にしましょう。これでいきます。では新しい潜水艦の設計も始まりましたので、これでまた進めていきましょう。では小笠原沖ですね、まずここに部隊を送っていって、敵のアメリカ軍の艦隊を叩いておきましょう。ただ事前の情報だと敵は駆逐艦を何隻か用意しているようなので、駆逐艦対策はね、しっかり心得ておきたいと思います。
それ以外は脅威となるものはないと思いますので、小笠原もね、飛行場1個しかないので、できれば日本軍に、ね、取り返してもらいたい拠点の一つにはなってますので、ここもアシストをするっていうのをね、しっかり念頭に置きたいと思います。では敵の艦隊発見してます。ちょうど真正面にいるので、このまま敵に突っ込んでいって、そこで魚雷を当てていきましょう。団子になってくれてるととても撃ちやすい。団子になってるところでね、敵の駆逐艦を余すことなく撃破してしまいたいですよね。多少の潜水艦の犠牲は致し方なしというふうに心得て、もうしっかり敵のね駆逐艦をさばいていきましょう。小笠原沖ちょっと被害出すぎましたね。もうやっぱり駆逐艦ほんと嫌いだわ。まあ、ただ敵の方はほぼ壊滅させてますので、この後日本軍が取り返してくれることを、祈りたいと思います。では我々の方はですね、ラバウルの方への進出、まあ、つまりこれはオーストラリアの攻略を前提とした作戦になりますが、それとあと小笠原沖の支援、この2つをね並行して進めていきたいというふうに思います。では進めていきましょう。小笠原沖は定期的に敵艦隊が現れるので、これをある程度牽制しておく必要がありますよね。ラバウルの方には部隊を思い切って送り込んで、オーストラリアを脅かしましょう。ではまずラバウルからですね、敵の飛行場の破壊、これを行っていきましょう。残った陸戦隊で取ってくれればこのターンでいける。おお、このターンでいけましたね。ラバウル攻略できました。2ターンかからずに1ターンでラバウル取れたのは大きいかな。そしてカナリア沖ですね。ここは飛行場が2つありますので、ここもね、うまく効率よく戦って、仕留めていければいいかなというふうに思ってます。まず1つ目の飛行場に関してはかなり近い位置にあるので、これをまず確実に仕留めてもらう、取ってもらう、まあ、そこからですかね。できるだけね、敵が夜間の航空機、夜間でも離発着可能な航空機を、ね、開発してくる前にやっぱり決着というものをつけていきたいので、そこは慎重にというかね、しっかりというかね、やっていきたいと思います。敵の艦隊、これイギリス軍の艦隊がいますね。これ見る限り駆逐艦っぽいな。ちょっと嫌ですよね、駆逐艦はね。さあ、団子になってるところを倒したいので、ちょっと敵を引きつけてから魚雷を撃っていきましょう。さらに敵艦発見か。ちょっとカナリア沖舐めてたな。被害はあまり出したくないので一度洋上に撤退します。まあ、イギリス軍もね、やっぱり一度壊滅させても3ターン4ターン経つとまだまだ資源を持ってる分、艦隊戦力回復してきますよね。まあ、カナリア沖にここまでの戦力入っているっていう想定はしていなかったので、迂闊だったかなとは思うんですけど。さあ、敵の空母もいますね。ちょっと数を減らしておきたいので、頑張って仕留めていきましょう。飛行場は2つとも破壊完了しました。なのであとは敵の艦隊をねちょっとでも減らしておきましょう。カナリア沖は敵の艦隊を撃滅できませんでしたので、さらに艦隊を送って徐々に徐々に敵の戦力削っていきましょう。さあ、我々はですね、夜間の爆撃機、まあ、航空機ですね、これの開発ができるようになりました。ということは敵も同じような状況になっている可能性が高いかなと思います。攻略の、ね、スピードを少し早めていけるように努力をしてい いければなというところですかね。カナリア沖、敵艦隊が撤退して飛行場も前のターンで全部破壊してたので、戦闘なく、
攻略できました。これ大きいな。カナリア沖はかなり苦戦していたので、今回は全く戦闘起きず、カナリア沖確保できましたね。むちゃくちゃ潜水艦消耗しましたからね。そして追尾魚雷の開発ができる状態になりましたので、この後ですね、追尾魚雷を開発しちゃいましょう。で、カナリア沖を取ったので、どうだろうな。ジブラルタルに展開していた航空隊は全て引き上げて、カナリアにしましょう。で、カナリアを最前線とするっていう形ですね。イギリス軍は少なくとも夜間の航空隊の配備始まっているんですけども、すべての基地に夜間の航空隊が配備されているという状況ではなさそうなので、まだね、その配備が完全に済む前というこの状態で、なんとかちょっとでも早く攻略を進めて、おきたいかなというところですね。我々のも夜間の爆撃機には開発中なので、これ完成したらですね、前線中心にリプレイスしていきたいと思います。ではオーストラリアの攻略戦になります。始めていきましょう。敵の飛行場に対してまっすぐに艦隊進めていきます。多少の犠牲があったとしても、もう飛行場を先に潰すという作戦ですね。まあ、これが基地と出るか京都出るかというのは本当にケースバイケースで うまくいく時とうまくいかない時がね、すごく差が激しいので、まずはうまくいってくれるというのを信じたいですよね。敵の艦隊のいる場所もね、ちょっとわからないので、さすがに。まあ、艦隊発見次第、戦闘に移っていくと。最近の傾向だと、5隻だとちょっと足りないものの、6隻ぐらいの揚陸艦が接近できれば倒せるかなという傾向があるので、8隻ずつ割り当てて2、3隻沈められても、残りの揚陸艦で、敵基地を破壊できるという、ね、計算で、進めています。まだね、このオーストラリアなんかはね、全然敵の夜間爆撃機みたいなものがの配備が進んでいないように見られるので、これはね、本当にチャンスなんですよね、今ね。このチャンスのうちになんとかオーストラリアっていうね、一大拠点を取ってしまえばすごく楽になるので、揚陸艦出したものから撤退していきます。まず敵の飛行場1つ目破壊完了です。2つ目ももうすぐ上陸作戦始まるところですね。ちょうど今上陸作戦始まりましたね。ここ上陸がうまくいけば、この後は残り1つの飛行場をね、目指していくということになると思います。残り1つの飛行場はともかく、敵の艦隊がどこにいるか全くわからない状態だな。ちょっと不安しかないですけどね。2つ目の飛行場の破壊も完了しました。そしてここで恵みの雨だな。この雨が降ってるうちに敵基地に近づいちゃいましょう。敵の艦隊撤退してるってことはないとは思うんですけどね、ちょっとまだ発見できずにいる状態です。さあ、最後の飛行場に対しても陸戦隊を出して攻略完了です。オーストラリアも敵艦隊なく制圧できましたね。はい、これで残ったイギリス軍の拠点が2つ、アメリカ軍の拠点も2つということです。ちょっと日本軍がね、思ったような動きをしてくれてないというのが気になるところですが、今回はじゃあここまでにさせていただいて、次回ですね、イギリス軍、アメリカ軍との戦い、引き続き頑張っていきたいと思います。
できればね、やっぱりその日本軍が南シナ海を取ってくれて、戦力をね、作れる、動かせるっていう状態を作ってもらって、アメリカ軍との戦いにもっと積極的に参加してもらえれば、効率よく攻略進められるのかなと思いますので、ちょっとそのあたりもね、意識しながら頑張っていきたいと思います。